ひどい。マトローナとどこが違うの？すべて違う。やーい、ヘタッピー。ココ様の方がずっと上手だよ。うるさいな。怒った。もう許してやれ、子供の言うことだ。でも驚いたな。マトローナが生きていただけでも信じられなかったのに、まさか子供までいるなんて。ゾルとデラは彼の亡き妻の子供たちだ。今では我が子のように愛しいよ。なんだ。変わったね、マトローナ。戦いに明け暮れてた昨日までとはまるで別人みたい。昨日ではない、16年前だ。ああ、そっか。あの時マトローナはまだかろうじて生きていて、ザルパが助けてくれたんだよね。ああ、的確に私の傷の処置を施すと3日3晩寝ずの看病をしてくれた。